チャンネルのバス釣りクイズ。異常なしちゃった。しんどいです。寒くなってきたもんね、だんだんスーパーシブシブモードですな。さっきかけたのもだってミドストやったしね。マジですか。ミドストでめっちゃもうリーディングせずにフォールしながらプル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 って この付近をね、もうこう回収して、回収っていうかずっとここまで来て、もうこの付近になってきた件がずっと怖いとしてからリーディングほとんどしてなかったっす。で、この護岸ギリギリに来たタイミングで帰った。ずっと 見に来とったとかもしれんけどね。魚自体はね、ちょっと目線は上のみたいやけどね、レンジが下がっとるね。あー寒い。マジ寒い。気をつけて頑張る。大事な時にやらかすよ。今何つけとった。釣れるね、定番やね。いや俺もマジ手震える。寒さには俺割と強い方やけど。結構鬼浅ですよね。え、結構浅いですよ。浅い、よし、俺は巻いて体温めるよ。スプリンター使ったことある？ないです。激早巻きしても崩れんやつ。で俺激早巻きで佐賀の河川でこれマジで春強いですからっつって、はい、見せますよっつって第1投目で40なんつって。しかもね、その釣り方もね、見せますよ、見といてくださいね、シューほら来たみたいな。でかかったね。え、多分その回収のタイミングで釣ってきたけどね、でかかったね。でかかったっすね。捕食音が、それが俺にヒットせんかな。残ってないけどいるんすか。ほらと思う。ナマズもいない。ナマズはおると思う。ワンちゃんナマズちゃんかも。なんか釣れたことないけどね。うん、釣れたことないし、釣った人も見たことない。ナマズはあとたまに鯉が釣れる。今のでもドカーンの出方バスと思うけどね。ですね、うん、逃げてる音じゃなかったっすか。もう糸通すのきついやろ。夕方やっていこう。寒い。だね、スピニング使った方が釣れそうな気もしないこともないんですけどね。明らかに活性悪くなってるんで。バクった。おぉ、いいバクだな。よし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 、活性悪くなってるんで、なんつったら来たよ。だけどちょっとこいついけるかな。なかなかいいサイズだよ。ネット忘れちゃった。あ、やべ、一本外れた。これバレそうだな。いけるか。落ち落ちじゃないですか、これはね。散々今日やってきた場所だけど、やっぱマズメのタイミングとかでいかにどこに入ってるか、これが超大事。でもね、スピニングでやった方がいいのかななんて言ってたら、案外サクッと釣れた。やった。
少し風の勢いも収まったところで、よいしょ、ここにやってきたと。まあ理由としては普通にここでね、ドバーっていうバイトが結構大きそうなやつのバイトがあったんで、まあフィーディングエリアもしくはスポーニングエリアになっているのだろうなと。魚を引き寄せる力はここにはあるんだろうなっていう。だからこの夕方のタイミングで食い気立って入ってきていればいいねっていう考えのもと。まあいないと思うけど、このウィード。よし、食った。いたな、パワーベイトフィネス。でも抜けないか、パワーベイトフィネスだぞ。ちょっと救出してきます。ちょっとラフファイトだったけど、なんとか最後ね、釣れた。エグ玉タイプカバーだね、これは。すげえ移動かかってんな。エグ玉タイプカバーレベルでも、レベルでもなければ、あの極みでもないっていうね。まあジャスト40ぐらい川からどうにか出せた。ザ・マックスの景色だったね、ここは。でも思ったより川の中にいたな、バス。ちょっとびっくり。結構奥まったとこにいたよ。手前側で飯食ってっかなと思ったけど、なんのもろ中だ。中中の中。エグダのタイプカバー釣れたね、最後。エグダのタイプカバー、これをカバーっていうか、まあそのウィードみたいな、ツルがこうすごい伸びてここら辺に浮いてると。で多分水の中まであるんだよね。タイプカバーがウィードの隙間にスッと入っていって、でボトムまで一回落として、でボトムからふわふわふわって上げて、そっからのシェイクでクンって入ってる。あー、なんかパワーベイトフィネスっていうのがぴったりな釣りだったね、これは。ほんとパワーベイトフィネスらしい釣りだった。ただちょっとこのウィードはパワーベイトフィネスのもう一個上だったね。ザ・マックスが必要だった。ザ・マックスに14ポンド、16ポンド巻いて打つ景色だね、ここは。はい、お疲れ様です。まあ、友人とね、仲良く口張りながら、楽しい時間を過ごしつつ釣りをして、まあしっかり、釣れたんで、まあ、僕のいつもの動画の感じとは違ってね、人と喋ってる、僕を見せれたんじゃないかなと。まあ、ゆるい釣りをしつつ、一番最後はね、自分の釣り、自分だけの釣りで、しっかり2本取れたんで、まあ、今日1日トータル7本、6本、どっちかなっていったところですけども、まあ、ぼちぼちの成績で、まあ、それなりに釣れたっていうところで、今回は終わらせていただきたいと思います。明日はなんとリベンジマッチでございます。どういうことだろうね、お楽しみに。